また切れているところがあります。わざと切ったんでしょうね、これ観光客のために、きっと素晴らしい景色が皆さんの前に。おい、こんな感じですよ。こんなとこ走るわけですね。登山道は岡田側からの登山道はシャドウはこんななくて、景色は全然ダメです。まさに尾根道ですから、こういう素晴らしいのを見るならスカイライン上がるしかないですね。もう多分今5キロ超えました。ですからあと 1. 何キロ。富士が、いやー、ズームアップしてあげたい。でもできない。すげえ、なんちゅう素晴らしさでしょうね。今後ろ向いちゃってますよ、カメラは。私は前向いて淡々と緩斜面をですね休みながらレベル3で走ってます。もう勝利目前。ここまで来ちゃうと全然問題ないです。そうだな、ヤビツよりちょっときついかな。箱根とヤビツの間ちゃうかな。まあそんな感じかもしれないですね。とりあえず閉じようと思ったらバンバン飛び込んでくる。このガンはダッシュしちゃいます。よいしょよいしょよいしょ。無駄なところを省くと言っても画像は省けない。あ、きつい。ダメだ、これでペース乱すと。シャドウ上がってる。シャドウ上がってる。で、こうやってターンするたびに、こいつに楽しめるということですが、シャドウ向けやがって。亀の子でいこう。こんなとこでスリップして走っていちゃったら情けにゃ。ちょっとこれマジちょっとこの毛が水平ですね。アゲンストです。